どうもこんにちは、ヒカキンです、お久しぶりです。やっとね、動画上げれました。上げれる感じになりました。ありがとうございます。お待ちいただいた方ありがとうございます。で、今回はインスタでもご覧いただいてたこちらですね、壮行会、タナピーさんと主催させていただくタナピーソーフューチャリングコースケっていう、これねやらせてもらうんですね。でそれの準備もあって、車整備したりちょっと不具合直していったりするっていうね、何本かやっていくシーズン入っていきます。で、その様子もお送りするんですが、今日はね、ちょっとアイドリングの不調とか、なんかエンジンのちょっとアイドリングが悪かったんで、それをまずは最初直していきますっていう様子をお送りします。それでは、どうぞ。はい、こんな感じで、なんかアイドリングがちょっと高いんですよね。ほんま900回転ぐらい、800、900ぐらいが、好ましいんですけど、セッティングでもね、セッティングでやっても下がんないんですよね。っていうので、ちょっと今日頑張っていきます。カズ選手がバーンってきて、毒の霧みたいな。毒霧吐か毒霧、愛車に毒霧吐かれて。汚な。ちょっとこれ。汚な。汚な。飛ぶの？こっち、こっち見てる？見てるこっち。見てないです。こっち、めっちゃ汚な。打ち上げた機械、ちょっとカメラ持ってきます。こんな感じになってました。毒霧の。で、これが垂れたやつですね。オイルみたいな色してるの。ねえ、何なんすかこれ。いや、多分錆びてるだけと。あ、入れ替え。ここ見たらいけるの。今これ開けてもいいですか。やろうか。はい、いきます。うわ、来たな。あ、これ何なんすか。あ、え、これ結構やばいっすよね、じゃあ。酔ってんか。鼻炎で、あ、そうです。すいません。鼻炎で、鼻が。これ変えたらいいですか？クラント？はい。うん。クラント、オイルみたいになってます。クラントね、うん、こんなんやって、これって、うん、だからクラントをほんまは一回全部抜いて水入れて、俺やったらサーモスタット抜いて、この下にここの中にサーモスタットっておるから、はい、うん、これは抜いて、はい、水をもう完全に入れてしばらく回して捨てる。何回も繰り返してできるだけ洗って何回もして、はい、全部綺麗になったぐらいにサーモスタット新品入れて、ちゃんとしたクーラーと入れたら、はい、だいぶ綺麗にはなるけど。あ、そうなんですか。変な関係だと、下こんな汚い状態だったら、あ、うん、意味ないってことですよね。うん、クーラーって一回変えたんですよ。うんうんうん、で、これもキャップも一緒に新品買ってやったんですけど、うんうん、ね、てかまあこんだけ着なかったら、はい、クーラント交換は多分何ヶ月に1回やって、あ、ずっとやってればいつか綺麗になるけど、あ、うん、あ、勉強になります。ちょっと僕ただの愛好家やったんで、そういう知識なくて、うん、ありがとうございます。これがひどくなってくるとヒーター効けへんようになるから、あー、ヒーターコアが詰まってしまって、サビとかがヒーター何も効けへんようになるから、あ、まだ今のうちに分かっててよかったってことです。うん、もうこれ全部綺麗にするんであればな。あ、綺麗にします。いや、もうジジイになっても乗りたいんで。じゃあレストアですね。はい。これは置いといて。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。スロットルコーティング塗っていきます。
雲をバッてやってたら定食人になってるんだって言うえあこれそう定食人になってる塗装もしとったんですよ今日は朝埋まってきてます、すごく。次のシーンで埋まります。ありがとうございます。よいしょ。はい、それではつけていきます。よいしょ。はい、これでアイドリングのね、ここですかね。ちょっと映り分かりにくいんですけど、画面やと。アイドリングのね、燃料の、アイドリングの回転数をここで変えていきます。で、これで、ここで変えていったらいいって習ったんで、これで変えていきます。はい。ちょっと、片手無理なんで、次のシーンで多分いけてます。あ、すごい。ちょっとアイドリング下がりました。やった。公式。はい、ということで、ご覧いただいてありがとうございました。で、ちょっと今回ね、直らんかった部分もあったんで、また次回、ちょっとそれと合わせて直していったり改造していくんですけど、それでご覧ください。で、あとはちょっとね、YouTube 止まっちゃってた時期もあったんですけど、また上げさせてもらいます。金曜日とかにね。で、それも相まって、ちょっと止まった時とか、なんかあった時とかもね、もしよかったら、インスタではね、常に、更新しているので、インスタよかったら、インスタもフォローしてない方は、ぜひフォローしてください。フォローして、いつもコメントとかしてくれてる方は、ありがとうございます。で、本業の方のね、アート作家の、アートの方も、インスタで作品とかメインで上げてるので、そちらよかったらご覧ください。出展情報とか出してるんで、会場でそれでもお会いしましょう。よければ。はい。ということで、ありがとうございました。次週お会いしましょう。動画見てくれてありがとうございました。コース系の本業は現代アートです。概要欄に作品解説の動画もありますので、ぜひご覧ください。コース系の作品や活動、今後の展示告知は、概要欄にあるホームページ、ブログ、各 SNS にて発信しています。そして、この動画がいいなと思ってくれたら、チャンネル登録を。でも、もう一つやなと思ったら、次頑張るんで、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も一日ご安全に。